皆様こんにちは新しい門で56年第67回を始めますこのポッドキャストは還暦を目前に控えた私 TJ が上手に還暦を生きている人に生き方のヒントをもらうことそしてもう一つ何か新しいことをやっている人からそのエネルギーや知識を吸収するというこの2つを目的とする番組です。えー、い,いよいよねもう今日今収録日が12月29日最後。 今年最後ということで、えー、いつもの二人、えー、香港の Y.K.K. 市長とそれからセブからバスターさん,、はい、んよろしくお願いします。はいこんにちはよろしくお願いします、えー。実はその数回前からあのライブで、えー、ライブやそれから映像ありでやってたんですけどなんかこの年末に来て12月に季節外れの台風が来て香港は被害大したことなかったんだけどねあのセブが、えー、結構被害で。 で今なかなか通信がうまくいかない、うんま、イ,ンイ,ンインフラがね復旧してませんね、うん、ですよねということでバスターさんの映像がどうしても安定しないんで今回も音声のみということになりました、うん、どうですかバスターさんえ音声だけですいません失礼しますあの途切れ途切れ聞こえたり聞こえなかったりすると思いますけどもあのなんとか想像力博かせてねあの頑張って あの参加しようと思いますんで、よろしくお願いします。あれ、なんか話してよ。あれ、多分、あの、不安になる音が、あの。今の、聞こえてる?。今の音声も途切れ途切れなんですよね、きっとね。途切れ途切れ。途切れ途切れながら聞こえてますから。そういうことだ。で、あの、不安になる。実はね、これ、音が聞こえないから。不安になると思うんだけど。 あの不安な気持ちをもうあの押し殺して一気に喋ってくださいあの通信状態があんまり良くないから、はい、とはいうものの、えー、年最後の年忘れというか忘年会的にあの総括って言ってるのにバスターさんがいないっていうのはあまりに師匠と2人でやるにはあまりにタイトルが大きすぎるんで、うん、やっぱりバスターさんも参加してもらった方がいいということで無理でも頑張って3人でやりましょう。えーはい、あまでねい、まああの はい、あんまり、うん、あの長くこの状態でやるっていうのもあれなんで、えー、今年1年、えー、いかがでしたか？あの師匠どうでした、はい。そうですね。にす。今年2021年、うん、この年はそうですね。私の73年間の人生でも最も暇だったかな？<laughs> <laughs> うん、あともかく <laughs>、うん、こ,のこの73年間、まあ、日本出た16歳の時以降に1年間飛行機乗らなかったっていうのは多分初めて、うん、初めて、うん、でこの狭い香港を一歩も出なかったっていうのももちろんこれも初めて、うん、で全くなかった何もないってかったですねまあこういうコロナのねごろ、ね、に、うんうん、その 2020年はそれでも一、えー、前半2020年はね、うん、19年の暮れに、うんえー、目の手術をしてでちょっとしば2週間ぐらい日本にいたんで、うん、2020年の初頭は日本にいたんですねそうだね、うん、それ以来ですねだから2020年はかろうじてその前半部分で前半分というか1月の半ば頃までは、うん、あ日本にいましたそうだよねそれ以降どっこも 行かなかったから。行かな,ない、まあ、退屈な一年だった大屈な一年ですね。<laughs> バスターさんはどうですか。いやもう今年はもうあの後半に入るまでは最高だったんですけどね。12月に来てこの台風でぐちゃぐちゃになりましたけど、私も師匠と一緒で20年の1月にあの家族と一緒にあのフランスに行ったんですね。えー、<laughs> そのフランスに行く前にあの香港で皆さんとあの。 TJ さんと一緒に食事させてもらって、それであの年越えでフランス行って帰ってきて、それから一回日本に行った思い出があるんですよ一回日本に2月か3月ぐらいに行って、それで帰ってきて、そこからずっとセブ島にあの <laughs> 監禁状態ですね、であの救いはやっぱり、オートバイをあのが乗れたっていう。 ことで、えー、お友達がたくさん、このローカルのね、お友達がたくさん増えたんで、まあ今年もずっと1年間、ずっともうオートバイ三昧できて、で最後のほうでもう1台オート、オートバイ買っちゃったんですね、新しい 1200cc のオートバイをね。それで、それを買って、うん、それであのバースデーツーリングっていって、みんなににあの、えー、結局、えー、7台か8台で、えー、ツーリングい で朝ごはん食べて帰ってきて、あ天気でよかったなって言って、で翌週、未曽有の、この今、恐らく今世紀最,最大の台風ですかね、あのヨランダよりも、195キロっていう速度だって、時速、195キロという風速出すって、それで、恐、えーえー、らくもうセブ壊滅なんですよ。っていうのは 僕があの海,岸沿いの家は海岸沿いの家はもう封鎖,し封鎖っていうかあの今、住んでないんですね、あのなぜかって言ったら電気来ないし、水が来ないんですよね。で、あの今、復旧中で、えーあ、2週間ぐらい。あのー えは電気も来ないだろうし、水も来ないだろうということで、マンダウェというところにあのたまたま買っといたえコンドミニアムに避難して、そこで生活してるっていう、そういう状況です、だから、師匠と一緒ですけど、僕は若干オートバイに乗れて楽しい一年だったんですね、全体的には。最後大変だったけど <laughs> <laughs> うん なんかあの一部は最後の方聞こえなかったんですけど、うんうん、多分、なんとなく想像はできるんでとにかく大変だったんですね。そそうそう,そう大変だったそうそういやーあの, <laughs> まああのー私はといえばね、あのー、やっぱり今年はねまあ去年僕,ら僕も同じですねみんな同じです2020年、頭に日本から帰ってきて、うん、それからえずっと香港にいるわけだけど、うん、まあその。えー 退屈しのぎというわけでもないんですけどこのポッドキャストを始めたっていうのはやっぱりかなり、ね、自分にとっての大きな変化ですよね。それで皆さんのあのにも参加してもらうようになってでやっぱりあのなんていうのうやることがたくさん増えたんであの楽しかったですねこの2020年、うん、そのつまらないことっていうか外に出れないっていう寂しさも寂しさとか退屈さもあったけど、うん、その分こういう 新しいことを一応始めてまあ楽しかったんじゃないかなと思いますね。うん、でなんとこれ今日67回でしょ 1> で、まあ、1年間1月の頭から本当始めて1年間できたんですよねああ<ー>、うん、そうかすごいすごい。ごい1年間継続できたっていうのはもう自分にとっては大きいですよね。これ、うんえー、数日前にあの新しいアイコンをまたせっせと夜中あの夜なべしながら作って退屈しのぎに。 で新しいブルーのアイコンに変わったんで多分フェイスブックじゃなくてあのアップルのポッドキャストとかそれから、えー、何グーグルのアンドロイド系のポッドキャストなんかで聞いてもらうとそれからあれかえっとスポティファイで聞いてもらうと、うん、多分そこに新しいアイコンに今まで黒だったんだけどブルーのアイコンに変わったと思うんでぜひその辺聞いてもらえば嬉しいですね。 シーズン2にするかどうかすごく迷ったんだけど <laughs> <laughs> もういいじゃん流行りだから今シーズンなんとか配信中、うん、だから来年からシーズン2って入れようかなと思ったんだけどね今のところアイコンにはシーズン2入れてません、うん、でねえっ、ー、とまあそんな、まあ、なかなか大変な一年ね外に出れないそんな中でねやっぱり年末っていうかその終わりに差し掛かってまず僕らにとって大きな3人の共通の話題っていうとやっぱりまずは カムカムエブリバディじゃないですかね <laughs> そう、見た見たです、ね、これね、あのね、うん、あの上白石萌えちゃんの最後の萌音ちゃんね萌音ちゃんね、最後の最後の場面ね、うん、あれね、やっぱりで、ね、パッとこう戦争花嫁が頭に ひらめいたんですよそうだ、ね、で戦争の花嫁っても何人も知っててねアメリカ時代。あまずねその戦争花嫁っていう言葉自体が新しい僕例えば僕の世代でも多分言葉を聞いて思い当たらないんだけどどういうい意味なんだこれねやっぱりあの戦争で日本にたくさんあのアメリカ兵が進駐してきましたね。でこれで日本にいる間にいろいろなことがあって日本の女性と知り合って。 それで結婚しててアメリカに連れて帰ったと、うん、でこれをまあ総称して戦争花嫁と呼んでたんですなるほど昔ね。うん、だかその戦争花嫁の中には言ってみれば単に未婚で結婚した人もいるけど今回の安子さんあのエブリバディの安子さんは戦争で自分の夫が、まあ、亡くなってしまって、うん、で、まあ、今度そ,のそれとそのにもかかわらずその外国の 新中軍の人と結婚結婚というかまだ結婚したのかわからないけどもね,ね一緒にまあアメリカに行っちゃったわけでねうそういう人たちも戦争花嫁というわけだね、はい、だ僕の当時ずっとアル,あのアルバイトしてた、ね、銀座の末広さんとかまあたくさん、まあ、当時もまだ数あったそ日本料理店で働いてるウェイトレスさんの中には戦争花嫁がたくさんいたんあそうなのたくさん,いたんだ いろいろ事情があってであの、うん、まだずっとずっと結婚されてる方もおったし、うん、朝鮮戦争で相方が死んじゃ戦死されたしうま、ん、くいかなくて別れたし、まあ、大体、対別するところ3つなんですけどねあんまりねこのいい思い出がないんですよそういう人と関わった中でね。 だからあの、まあか、彼女たちにずいぶん僕は英語を教えてたんですけどね、うん、で、収入もいろいろもらったからその感謝しなくちゃいけないかもしれないんだけどああそ,のその個人で寸料っていうのね,料ね、うん、だけど、まあ、あんまりこうイメージ的にはいい方向には,こにはこう取られなかったんですね戦争花嫁という言葉自体がでそれでね、実はね、もう見るのやめようと思ったのそれ以降う。うんうん でね、そしてね、あのー、今週ね、土曜日と月曜日、2日間かけて、あのアメリカの1980年代できたこのドラマを見てた二2日間、もうぶっ通しで見てたの。<laughs> で、こ,の,これのドラマが、パート1とパート2で、ヒロインの女性がね、役者が変わったわけ。お<ー>ねで、ね、イメージがコろって変わってったわけ。なるほど次のほら、第2版あの後編は、ジェイン・スイモーが演じ,た演じたんだけどね。うん これ見ててねふと思ったわけですよ、うん、あやっぱりこの変わるっていうことはこういうことやなと <laughs> ねだからうんでもそれは同じ人を違う役者が演じたってことねだからほら不活絵莉になったでしょでも今回は不活絵莉は娘だからね,娘<だ>ね全然違うんだけど、うん、そ,うその変換がね主人公が変わったわるということであこ,、ね、こういうことなんだなと、うん、でしばらく見てるとそうもう全然当たり前のよう,うに もうジェイン・シーモンがそのイメージにパタッとはまってきたわけ、だこういうことやなと思って、また見始めました。要するにカムカムに出てきたロバートね、ローズ・ウッドと、だからああいう人っていうのは、あのドラマの中ではまとものまともですよ、そうだアメリカ人のね。ああいう人ばっかりじゃないわけ、ほとんどは。ああいう人もいたんだろうけども、本当のまれのまれのまれですよ、希少ですよ。ほとんどが 黒人も多かであのー、米国にいる間に全くその持てなかったようなのが日本に来て、うんね、そういう女性と知り合ってで当時知事のその感情というの何とかっていうのをねこう連れて帰ったとかねそういうのが多かったと思う。だからこそ師匠の中でその実際のそういう中で触れ合う中でそのいろんな人を見てて。 なんとなくその嫌なものを感じるよう、ね、な要するに感じたわけこはね、うん。まあそれはそうだね。うん、そういう。 そそれでそこの同じその戦争花嫁ってそのくくりにはなかなかできないけども戦争花嫁っていう形で上白石萌音ちゃんがいっちゃうとなんとなく自分の中の感情と混ざっちゃう、ね、そうそなんだよでねイメージがばたっとここで崩れちゃったわけでもう見るのやめようと見るのやめた <laughs> ところがちょうどそれを境に今度はあの、えー、深津絵里さんそ<う>彼女に代わってまあ違うものだろうと思って,、ね、思ってまた見始めた。うんうん いや彼女もすごく可愛らしいよね。だうっと彼女あれ何歳の役をやってるのか<え>あれ二十歳そこそこって言うよね。いやだからまだ二十歳前だよ。二十歳前まだです、ま、前ですよ。うもうびっくりする若いね。だから彼女はその、ね、岡山を出てそのそのおね、まあ、だからね千九百四十五年が終戦で一、うん、年後ぐらいに生まれてるわけでしょ。四十五年か四十六年に生まれてるわけですよ。であの今の設定が千九百六十二年ですから。 ね、そうか。で、何歳かってことですよ。ああ、ちょっと若すぎる。若すぎるよ。十六、ね、歳だと。若すぎるね。ちょっと、っ今、今で、まだわかんないけど、見ていかないと、わかんないけど、ちょっと僕。の感情としては、ちょっとミスキャストかな、ちょっと若すぎるよ。 うん、というか異現代の複雑セリーがあ,あれの設定っていうのはそその僕が若すぎるって言ったのは、うん、彼女がその無理して二十歳前の女性を演じていることに対しての若すぎるではなくて16歳ぐらいの設定になっちゃうってことだ、ね、そうことを今の,そ<う>あの計算でいくと。歳 さすがに女学校とか出て18ぐらいのイメージかなと思ったけど16歳なのかね。1945年に生まれ、終戦の年に生まれたとして60年で15歳でしょ。終戦の前に生まれてるよから。だからそうすると前にまあ例えばそれで終戦の時から1960年でだ16歳17歳ですよ。うん、プラス2年だから,だ,からだいたい18、ね、歳ちょっと前だ。可能ではあるよね。可能ではあるね。18、うんうん、歳ちょっと前だ。 うん、だから、まあ、18とかぐらいのイメージで見ればいいわけだね。彼女、うんあのー、すごくいいよねだから僕はあの彼女がだってその設定としては、ね、その物語の裏を見ても仕方ないけど上白石萌音さんがまあ20代でしょ、うん、で深津絵里さんというのは多分40代くらいかな。 歳歳またその彼女の娘さんが出てきたその彼女の娘さんはまた二十歳っていうか20代の女の子が演じるわけだよねそういうキャストになってるよね見る限り。ってことは今上白石萌音ちゃんがあれでもうこの物語から去ってしまうってことはありえないでしょだから親子対面があったるよ逆転してるわけよ。その時にどううい 形で演じるからねだからそこそこ彼女が大人になってからなのかでももうそろそろ出てこないとおかしいよね彼女が、うん。だからね、うん、やっぱりこう空想の世界っていうかその何ていうのあのー、要するに昔のちょっと昔のやつをもう一回こうやそのシーンを改めて撮り直すんじゃなくて、うん、前のシーンのもと持ってくるとそんな感じ、うん まさかこう、そこで年取ったか、モネちゃんを出して、対面はないでしょこれはちょっと。親子逆転だよ。いや、でもさ、あの。バスターさん、あの、ネットフリックスで、あと浅草。キッド。キッドっていうのが、あったんですけど、ご覧になりました?。いえ、まだ見てません。あ、見てない。あのね、浅草キッドって、ぜひね、見てほしいんですよね。僕は。あの、まあ。見てくれって言って、師匠み、見るはずないんだけど、あの。浅草キッドっていうのは、まあ、あの。 ビートたけしさんはね <laughs>、うん、ビートたけしの,その、えー、出てきたところをやってるんですよでメインはビートたけしというかビートたけしと彼の、まあ、師匠に当たるのかなっていう人この2人の物語なんだけど、うん、あのビートたけしをその別の若い俳優が演じてるんだけど最初特殊メイクで、うん、ビートたけしそっくりにメイクするんですよ。 だから最初の5分だけ見てほしいんですよ。うん、見たあれこれ <laughs> ビートたけしなんだろうかって思うぐらいに似てるのようるもう特殊メイクが最初あれって思って思ったもん僕もあでもちょっと違うなっていう、うん、でもそのあれっていうぐらいね、うん、そのぐらいよく似てる、うん、でその演じるあの俳優として普通に演じるところはもう全然顔は違うんだけどその特殊メイクのところっていうのは本当によく似てたね。一瞬でも たたさんがこう、うん、出だからあのぐらいの特殊メイクのスキルって今の世の中にあるんだとしたらまあ老けメイクっていうか、うん、上白石萌音ちゃんがちょっと年を取ったメイクをしてあってほしいねやっぱり <laughs> いやできると思う <laughs> そこを期待するけどね,ね、あのー、あのすみません、うん、あのね特殊メイクはねあれわざと、うん、あの本当の,あの本当に老け顔っていうのはできるんだそうです。でも 本当にそこまでやっちゃうと、うん、あの役者がかなり落ち込んじゃうんだそうです。うん、それであの若干手心を加えてるそれで若干手心を加えてるって <laughs> なんか情熱大陸でやってたようなそういう記憶があるだから,だからあの今渋沢栄一も終わったわけですよこの間、うん、さあの最終回でね。うん あのドラマでね一つだけやっぱり気に食わない気に食わないっていうかおかしいなと思ったら藤沢渋沢栄一が全然年取らないのよ <laughs> 90歳まで生きてもねなんかね息子全然おオが同じなんだあのから顔がそこまでやるんならね <laughs> いや艶っぽいっていうか全然年取らない,んよい実際さあのー。うん 「カムカム」でも旦那泰典さんね彼が亡くなる直前あったでしょあれも別につやつやしてたよねもうちょっとそのだからあの辺はもしかしたらお金のかけ方時間のかけ方お金のかけ方という意味で言うとその。 ネットフリックスってもう一本あたりにその一億やそこら平気でかけるでしょ、えー、いやもうすごいよ。すごいらしいねそれに対して NHK のあの連続テレビ小説っていうのはそのそこまで一本あたりにかけるってことはなかなかねできないだろうから。いやでもそれでも民放よりはかけてるでしょ民放よりはいいでしょまあかけてるとう,、うん、うけてると思うけどね。でもやっぱりそのあそこまでかけるっていうことはできないのかもしれない。ちょっとそこで。現実に引き戻されちゃう面はあるよね。うん、うんちょっとね。うん いやそういうまあこれでもね僕あの師匠と今日もねあのー、飯食いながら話してたんだけど、うん、あのー、バスターさん今日のやつまで見ましたこの二十九日のいや今日の二十九日の朝って今日やったやつって総集編みたいなやつだったあ今日は総集編じゃあ昨日見ました。 昨日見たあれでさあの怒鳴り込んでくる洗濯屋さんに怒鳴り込んでるっておりまゃないちゃもつけたねいちゃもつけたりいつけたりいはいチンピラあのチンピラは昔サンタが借金したって言ってその橘のあのおまんじゅう屋さんに怒鳴り込んできたやつじゃないあっいやんだ気はつかなかったんだけど言われるとああと思ったんだけどいやなんかそんな気がしてさ そう言われやそうだ、うん、そうするとさあそこからサンタにつながるってことでしょそそ、うん、そうううだからサンタももうすぐまた出てくんじゃないかなっていう期待をしてるわけおーおーだからねこの脚本本がないっその,そ,の,そ,のそういう意味もあるんだけど俺はね最近のドラマ見ててその誰かが出てきたら例えばあの小田切ジョーがあそこでパッと出てきたらあっ これは重要人物なんだなっていう目で見ちゃうよね。いや、いや、もう、その俳優は、ね、はは当然,当然、起用してんだから。うん、そのやっぱ、その俳優のその事態の知名度とか。あれによって、これこれで終わりじゃないなってのはわかるよ。そうなんだよ。だからあ、<laughs> あの、あの弁護士の卵先生も、うん、彼も、ね、よく出ている。うん、あの、まあ、ジャニーズか何かだよね、<う>彼女、うん、彼はね。で。 それに小田切丞が出てきた。あ、これはもうちょい役じゃなくてもう。あの本筋に絡んでくるんだなって分かっちゃうからね。そういう意味で、あのチンピラも前出てきたときに。これ一回で終わるには、たまにこの人はチンピラとかいろんな役で見るなと思ったから。どっかでまたいるのかなと思って、そういう気持ちで見てるんだよね。そってくないねうなんですよね。でも。その裏、裏読みだね。裏読を読んじゃって、ね。だからサスペンスドラマもそうなんだよ。ね。犯人がさ、分かっちゃうんだそれでこの俳句。 最悪だ、最悪だ。最悪で、最悪で、分かっちゃう。そう、だ本当に無名の人でやらないと、なかなか難しい。難しい。うん。ほんと、そうだよ。なるほどね。ということでね、ドラマもドラマで、他になんか、今年見たドラマ、面白いのありました。もう終わっちゃったし、二つ。いや、僕はね、とにかく、浅草キッドはおすすめですよ。浅草キッド、最初の五分しか見てないから。まあ、最初の五分見るだけでも、価値あるような気がするけど。 他に何かか見見ままししたたバさんえっとねこ、いやもうその、あれあの、スペインの例の銀行強盗のあれを見ました。ああ、うんうん、ペーパーハウスだっけ、うん、そ,うそうそうそう、うんうん、あのペーパーハウスですね<あ>あの、マネーヘイストですね。あ,のあれはやっぱり、うん、あのすごく良かったなと思うあのスペイン。スペインでしょあの、あの原作は。だからすごい。うんうん あのね、スペインの映画とかテレビ番組っていうのはすごいなって思いましたねあれ見て、うん、プロフェッサーっていうのね <laughs>、うん、プロフェッサーってかっこいいよねあれねあれあの、うん、やっぱり字幕を字幕をね日本語にしてあれはスペイン語で、うん、わ,わけの分かんなくてもスペイン語で聞くべきだねかっこいいよスペイン語はう,、ね、うんかっこいいねやっぱりかっこよかったうん、うん 僕はやっぱりあれですね一押しはネットネットフリックスのねやっぱり「エミリン・パリス」ですねあれは最高だね僕はあのファーストシーズン今シーズン2シーズン2で出るね今ね10話までやって最高面白いあれそれあとも YouTube でね2日間ぶっ続けで見たのあるしこれなかなか話してもちょっとあれだから恋になんか話さないんだけどね どこにも行けなかったからドラマが充実したね。あとね、うん、あと何が面白かったかなうんなん,だろううんあとはねまあ要するに一般的に言う連ドラで最後の、まあ、こあ今月終わったやつね中ではやっぱり「和田家の男たちと」ともう一つは「二月の勝者」これ2つにつけるね<ー>僕の場合は。 これ面白かった月の勝者って見ない面白かたあともう最初の頃のって何やったかもうほの見てない全然いや見てるよ見てないはずない見てる見てるのはいつももう毎回やってるやつですよあそっかそまり。あとは相棒も相棒もやってるしドクター X もあったし相棒も見てるしちょっと待って今年のドラマっていうのちょっとじゃあ あのググってみようか他はね見てないね2021年、うん、2021年10月12月だよドラマうん、ちょっと待ってねえー、1月期のドラマでも箱詰めってのあったね箱詰めもちょっと古いじゃんもううん、秘密面白かったえっとね全然知らないのばっかりで10月10月期だよ10月から12月相棒相棒もも見てる毎回 見てるちょっともう鼻についてきたけどでも見てるこんないっぱいあんのなんかすごい前いやすごいすごいのたくさんあるよ最近ほらお金がかかんないからって夜中,夜中にやるやつあるでしょそうだねあれなんか全然わけわかんない見ててもいやあのね若い人のやつだけどかん、えー、と1位「彼女は綺麗だった」「いや見てなオーマイ・ボス」「見てない最愛」 見てない。最愛見た。最愛ねやっぱり大前ボス見たじゃん大前ボスってあるじゃないのあのなななななおさんが出てくるやつじゃないの大前ボスってああそれって上白石あのやつじゃないの雑誌の編集長そうそうそう編集長やそ前ボス見たかもしれない見たかも絶対見てるよだってあの上白石萌音ちゃんのだからそれは見ました僕上白石萌音ちゃんじゃないでしょう。 だだよ、とううもモネがアシスタントでアシスタントつうのがそうかボスがダメダメっ子のだそうだそうだあれがねちょっとあのエミリー・パレスに準じる多分あそこから出たと思うね違う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 それは違うそれはあの、あれですよそこプロデューサーとか否定してるけどそれよりもあの、前のほらえ プラダを着た悪魔たちあ、プラダを着たまあそうだね、それもあるねあのプラダを着た悪魔は面白かったね面白かったよね、もう古い映画だとあれシガニー・ウィーバーだっけエクソシストじゃなくて、あのエイリアンだっけあれのね、エクソシストじゃねえあれ、シガニー・ウィーバー出たっけいや、編集長ってシガニー・ウィーバーじゃなかったっけ違ったちょっと待ってちょっと待って、僕もちょっと思い出せない

そうそそそそそうううっかんがあるでしょだ。で「恋ですヤンキーくんと白杖ガール」っていうの全然見ない。見てない。ね見てない。見てない。見てない。見りもね。あこれはだからあのこの「カムカム」の前の連続テレビ小説だ。朝のドラマ小説って初めて見た初めて見た。いや私も初めてですよ今回「カムカム」が初めて。 る恋には理由があってっていうそれも知らないでドラゴン桜見た少し見たね見た2も見たよ2も見たこれを見たそれから晴天をつけそれを見ただから10位天国と地獄最高な2人見てないねんか結構見たような気がするんですけど最高な最高な2人見ました最高な2人見ましたそれあれだんあの男女が入れ替わるやつあの そういうやつ,そううやつそう入れ替わりドラマでそのなんか月夜の晩にこう入れ替わるわけですねパッとこうねであのうそれがすげえその、えー、女性が男を男を演じいてで男性が女性を演じるわけですねですごい2人ともあ綾瀬はるかだったと思うんですねあの女性が。 で男性の方はちょっと名前を覚え出せないんだけどこの男性のねお山っぽい演技がねすごい良かったそれでハマったんだけど面白かったな面白かった面白かった僕はやっぱり「最愛良かったな彼女好きだから」みたいなかったいやいろんなとこで書かれてたけど見そうだね まあちょっと、うん、最後の最後最終回があまりにも駆け足でもうちょっと違う展開があるような気がするんだけどそれねあ<の>近頃そういうパターン多いよねそうだねその最後の最後の最終回に全答え合わせっていうかその回答をしていくんだけどで犯人だと思った人が全部違うみたいなそういうストーリーだよね、うんかうん、だから見ないといけない、うん、ちょっとね うん、日本沈没どうでした？見た？見た。僕もう見<た> 1> 第一話の半分で。なんかねすごいあのそうあれをほ否定できないから怖いねんよ。これ,れ、ね、でこんなものを空想の世界でねドラマだけだとそのそこで言い切れないじゃんあれって <laughs> それが怖かった見てて。<laughs> バスターさん見ました。 あれ見ました見ましたけど最後まで見てないんだけど最後寝た <laughs> 一番最後の <laughs> 一番最終回寝ちゃった,た最後見ないと九州と、ね、北海道だけ残るってやつ。<新> <laughs> 師匠あれさ俺1974年にアメリカで読んだんだよねあの小説。あの何個かできたからね映画だったりドラマだったり小松左京の。でもあれの要するに小説をそのんていうのアメリカで読んですごく不安になったって俺帰る家があるんだろうってあれは安になかった。 空想の世界だってほら言い,い生きれないじゃないそれやっぱ怖いんだよんいやあれはかななんか今でもこう噴火しそうだよいやだから師匠こなんかねあるみたいよあの3十年いや五年二2035年前には必ず何かがあるってい生,き生きてるうちに起き,な起きないことだけ祈るよ いやまちょっと不安だよねでもその南海トラフの大地震が起きる可能性ってのはもうあるるんだ絶対起き確実だって言われてるからそれがいつかっていうだけだよねそうそうそうそれ考えるとちょっと暗くなる暗くなるっち年末に暗くなっても仕方ないからその辺はあんまり話さないで次にね今年買ったもんでよかった。 もうバスターさんは聞かなくても分かるんだけどいやいやいや、そ,ういうこといそれでもバスターさんの1位から 1> いや、ちょっと待って、裏切うかあのね、僕がその今回、被災して、すっごく役に立ったもの、ベストワンはあの、あれですよ <laughs>、うんあの、インスパイア2の夜間飛行のための、うん、夜間飛行のための、<laughs> インスパイア2の夜間飛行のためのヘッドライト、うん、あれが6時間持つ 時時間間だよですっごいそのちっちゃいバッテリーなのに6時間あのバッチし持つっていうのでそれがもう一番あの明かりがない生活ってのすごく怖かったからあれはよかっただからまあスーパーカブ 125cc これがないともう動き身動き取れないんだよだってあの丸,太が丸太とか,そのなんか電柱とかもうそこら中にバタバタ。 倒れてるわけで、すよね,すねで、ナンバー3がですね、タニタっていうメーカーの、あのまあ、いつか使うだろうと思って買ってたあのバーナーがあるんですけど、そのガス、ちっちゃいカ,スカ,スカセットコンドのメーカーなのにねあタ,タ,ニタ,タニタじゃねえや、ごめんなさい、あれ、えーと あのほら LPGA で作ってる、岩谷,岩谷、ごめん、ごめん、谷田じゃない、岩谷だ、うん、岩谷、岩谷の、うん、あの、うんえー、そのそキャンプ用の、そのキャンプ用の,そのなんていうんですかねあの、えー、コンロを持ってたんですよ、で、いつかこれ、うん、あの、えー、ピーナッツボ行って、それピーナッツ棒でその料理して食べようと思ってたわけ、でそれがこのこのし、うんこのこの被災地ですごい役に立ったの、3つ。 今回のそのセブンの台風というのはの、うんうん。電気は何時間ぐらい止まっちゃったんですか?。電気今でも止まって、もう一週間以上と十日ぐらい止まってます。 今止まってるっていうのは、でもそうは言っても今、今、コンピューターも充電してるわけだから、それはね、ジェネレーターが、ジェネレーターが1日にあの 1>、うん、朝6時から8時までと、11時から2時まで、うん、から夜の5時から朝の1時までっていう、うん、そういう、あのうん、なんつか、ね、あの給電体制なんですよそれでその間に充電しておいて。うんうん そバッターさんみたいにその、しっかりしたその管理されてるところ以外の人は、ずっとまだ停電が続いてるって、そういうことなの続いてます、それで続いてて、そういう人はどうするかっていうと、どうするかっていうと、うん、いろんな人がそのあのテ,ンテントみたいなのを張って、そこであのジェネレーター回してあの、携帯の充電させてあげますっていう、そういうのをやってるわけ。 そういう商売でやってるわけだ。うん。で、もっとひどいのは、あの水がもうなくなってきてるわけですよ。あの電気がないから、水をろ過したりできないじゃん。ああだ,ね、だから水の、うん、あまあ奪い合いって言ったらおかしいけど、それあ,あとそれから電気を起こすためのジェネレーターを回すためのガソリンがもう品薄になってきて、えー、ひどいところは闇で倍の値段で売られたりなきしたね。わ。あ、そんなひどいんそういうそういうそういうスーパーとかはどうなってるんですか。うん、やってないんですか。 えっとね、スーパーはあのやってるけども、もうあのなんかあの商品があまり生鮮食料品っていうのはなくなってきてる、あの要するにその電気が来ないから、ジェネレーターがないあのところはその冷凍食品置けないじゃない、うん、だからそれは置,、うん、置かないんです。だかから野菜とかそういういのが だから水もどどんどんどん,どんなくなくってきてきるんですよ、うん、で何か時々入ってくるとわわって群、ね、がってっていうそういう感じでだからあのーうんうん、なんて家族はもうルソン島に25日の飛行機で戻しちゃった、あのー、25日クリスマスから私は一人でここで頑張ってます。うん そうなんですか気ままな一人一人生活をしてるんですね一人はさ何とでもなるじゃんだって俺80リッターここに確保してあるからそれからガソリンも全部満タンにし奥様の田舎の方だったら奥様の田舎の方だったら全然オッケー田舎っていうかだから要するにルソン島は全く被害受けなかったんですね今回そう。 うん、<あ>だからもう受けたのはセブ、ボホール、それからカモテス、あのそのあたりがもうすごい、セブなんて今までさ、全然被害受けたことなかったのに、うん、今回も恐ろしい被害でで、何が心配だったかっていうと、うこの間、買ったばっかりの、あの我が家の家宝の,の 1200cc のオートバイが吹き飛ばされるんじゃないかって、そればっかりが心配で <laughs> <その S 2>、ね、なんかちょっとくくりつけとかないと怖いね。うん それであのあるいはその木が倒れてくるとかね上にだからあの新しく今度コンドミニアムを買ったのでそこに駐車場2台用意したんでその車を車に乗っていってしまったんでそこ空いてる空いてるわけだからそこにオートバイを止めといだから無傷だ3台とも無傷あ良よかったねだからそれ 師匠はどうですか師匠は買ってバスターさんは、えー、んていうかそのサバイバルキット3つだったけど,ど,んどん、えー、ね <laughs> 非常用のなんとかみたいなね <laughs> バスターさんはそうだけど師匠はいや僕はねあのほとんど買わなかったね何もね、まあ、買ったのはマックブックエアでしょ買ったというかあのマルコ・ポールド あのポイントがもう使わなきゃエクスパイアしちゃったので急遽買ったんだよね、うん、あれをねた,、まあ、ただでポイントでもらったあと iPhone13 でしょ、うん、と、うん、あのー、次 iPadminiV6、うん、これは3つしかほとんど大きなものって買わなかったねでもそれは全てなかなかうん、あのー、<く>一番最一番良かったのはやっぱり iPadmini ですねこ、うん、これれははもうこれしてはもううし 今では追加できないっていう。<laughs> <laughs> そのくこれゲームでもなんでもねそうそう。何でもこれで使ってますね。うんうん、反対に iPad、あ MacBook やっとるは使わなくなっちゃったね。ゴルゴサティもあのスキャンするそれほらい使ってるんで、<laughs> あと一年,年に一年に一ページ Excel シートを使う、うん、これだけだね。なるほど。うん、そっかいや。まあ iPhone は別に新しいことは何もないんで。 そうだね。うん、iphone って言っても、もうこのかなり惰性になってきたね。そう。うん。うんあれ、バスターさんは今 iphone 何でちゃっけ。iphone 十二 <12? 13? S 2>。うん、十二、十二。うん。あのー、プロマックスって、ね。買わなかったことって初めてじゃないですか。初めてです。買わなかった。<え>だって、売ってないんだもん。うん 中さんもやっぱり写真いいですよ、やっぱカメラいいね、カメラいい。いや、だから、もし香港に行ってたら、間違いなく買ってたんですよ、そうだね、だから、香港に行けないんだもん、香港に行けないんだもん、だからそれが問題でさ、とにかく出歩けないっていうのは、とにかくもう買い物って、オートバイ以外、何も欲しいもんなくなっちゃう。 まあ僕の周りのこの香港でもね周りの知人何人も日本に行ってるからね何回もそれもこの検益ものともせず何回もってことないでしょうだって飯島さんだって3回だよ日本人ね日本人3回でもう一つの,あの女性の方も3度目だよで帰ってくるたびに2週間3週間ってあの隔離されてるんだからね や,やっぱりだからその気になればいけるってことですよ。それいけます、ね、日本人であるにからそ,、うん、その気になかなか難しいよね。そもうその2週間も3週間も、うん、あの地獄の隔離をー俺は嫌だよ,ビナーさんよくやってるなと思ううん、すごいよ、うん、もうやむを得ないケースだったらさすがに俺もなんとかするけどその親族がね不幸があるとかさ、うんうん、それ以外はもう嫌だね。 いや、それ考えると来年どうなるかね。来年厳しいね。一年,年間のうちに行けるだろうか。厳しいねと思う僕は。またこのオミクロンの後あるからね。オロナイン難攻みたいなのが出てきたからさ。オンラオミクロンの次があるよ。<laughs> オミクロンってなんかズミクロンに似ててさ。<laughs> ズミクロンのオミクロンのその <laughs> <laughs> なんかわけわかんない。<laughs> いやもうやめてもう頼むよ、もうこの海外にいる人間にとってはもうこれ地獄だよねいやだからどっかでね、やっぱりこう、これは風なんだというふうに、誰かが、誰かっていうか、もう欧米なんかそうだからね、も,もう風なんだよって割り切っちゃって、だったから、アジアのほはそこまで行ってないね、どこもね、まだね。<獄>シンガポールがそっちにかじ切ろうとして、ちょっとなかなか完全には切れなかったね、今回。 香港なんかかももう世界でも一番厳しいから、ねうん、まだおか,おかげで、まあ、市内感染っていうのはほとんどないからねないないほぼない全部その水際で止まってるから、うん、だからに香港ぐらいやれば水際っていうのは本当にあの食い止められない日本でさ水際なんて無理だって言ってるけどさ香港ぐらいやれば水際できるよ香港だっては入ってきたら100%のホテルにぶち込まれたじゃない マクタン島とセブ島もゼロがずっと続いてるんですよね、あの新規感染者は。だまあ出ても1人とか2人とか帰ってきたあの空,あの空港で発見されるっていうそういう,で、ね、そういう人たちはその、まあ、隔離あの、通院ってことになるんだけど。 あのだから来年はもういけるよねってみんなでも明るい希望に見つけた去年て去年もそんなこと言ってたもん <laughs> そうそう去年も言ってた、うん、うん、こね、うん、でももうだからやっぱりねあの飲み薬、うん、これが出てね効くということが確認されるまで当面はしょうがないと思うね,あね、まあ、今ファイザーとメルクがね、うん、飲み薬っていうのをこう あの一応承認されて日本でもメルクのやつかな飲み薬は一応承認緊急使用承認かなんかが降りてると思うんだよねただヨーロッパでメルクのその飲み薬があまり効かないってことであの使用推奨なくなったりもしてるからまあこうやって。 100誰にでも効くっていうもんでもないからか、ね、邪薬がその便座もあればルル一錠もあればねいろいろあるように飲み薬だってたくさんの飲み薬がまあ出てえワクチンもたくさんの種類中国製もあればそのまあドイツっていうかそのファイザーもあればえねアメリカのモデルナもあればっていう感じでたくさんのものが出てそうやってこう複数のものがどん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 出てくることによってワクチンでまずは ブロックして、の飲み薬、うん、それからもう一つ治療薬レムデシベルっていうねその、えー、ギリアッドっていう会社からレムデシベルっていうのが出てるでしょあのそれから、あのー、抗体治療っていうのカクテル治療っていうかねそういうものも出てるし、うん、まあそうやって少しずつこう、あのーえー、重症化しないような方策っていうのはどん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 ,どん出てきて。で 希望的観測を言えばこのオミクロンというやつがその非常に感染はしやすいけども肺に入りにくいんじゃないかという話もまだあの定かではないけども出てるから肺に入りにくければその喉とか鼻辺りで終わってしまえばえその肺に入らなければ重症化しないからその鼻と喉あ辺りの炎症で終わってでそれによって自分自身に抗体ができて他の派生したその コロナウイルスに COVID の別のものに対する抗体が体の中に十分できる、はい、ということになればあのこれで最後になるっていうふうなね,じゃあまあね考えてみこの今人類がであのこう生まれて想像されてから今まで最も 成功したウイルスってまあだからこれも一つその風邪のいいところは便座とかルルとかいろんな置き薬というか飲み薬もあってあれで症状が改善されるってことだから風邪は万病のもとっていうけどもあれで亡くなる方も今までだってずっといたわけだよねでそれとそれ相当にコロナっていうかその COVID がなればまあ その風があるから海外に行かないってことはないように、その僕らも海外に行けるようになるという日が。まああとねあのワクチンだって六割でしょ大体今。多少四割の方は拒否するしてるんだから今。そうだね。うん、今あのうんあの香港でも日本は一番結局世界を追い抜いて。七割ぐらい？うん、うん、日本が一番。 進んでるんじゃないかな。接種率、ね、なんと日本が一位な、まあ、すですよ。<laughs> 今追い越しちゃったんじゃないかな。あの他の国をね。うん、あのすごいやっぱり、うん、あのよく言うじゃん,んかあの、えー、アメリカアメリカ人と、えー、日本人と中国人と韓国人に何かを言うときにあのもうみんなやってますよ。 ってうと日本人はそのやるっていうそのよくそういう冗談あるじゃない,ゃないドイツ人はあの規則ですからってでしょで <laughs> そうそうそう,う <ん S 1> で誰もやってないぞって言うとあ行くのがアメリカ人でさでフランス人はやっぱり <laughs> あ女,性女性の方が並んでますよいるからね <laughs> <laughs> そしたらイタリア人が行くみたいなそういうお笑い話あるけどそ,そのセンスで日本はもうかなりあの接種率は進んで,でで今ブースターっていう3回目 3>、うん これももうね、かなりあのもうやりますよってことになってるし、日本はきっとそういうふうになったら、勤勉だし、進む、そうすれば、日本は早いと思うよ。香港も早いけども、香港は今、3回目を打つモチベーションが低いんですよっていうのは、しない可能性がないから、3回目はちょっとあの副反応がきついっていうふうに、かなり打った、先行して打った人のあ、のあれを聞いてるとね、多いから。 やっぱりちょっと市内感染しないのに自分が苦しい目に遭うっていうのはちょっとあのバランスしないなと思ってちょっと僕も控えてる3回目第1日にやりましたからねもう回目うだって師匠だって1回目2回目に比べて3回目きょっいや結構きたでしょ 2回目は何もなくて3回目でやっぱり1日熱が出たでも1回目のがひどかった、うん、でもね3回目はね、うん、あのやっぱりひどいらしいですよお医者さんに聞くとそれはもう当然だっていう,だ,そうだ,、ね、だって体の中に一応抗体があるわけだから、うん、それに新しいのが入ってくるわけだからそれは当然反応するはずだから当然その熱も出るだろうっていうそういう。 こと言われたいで僕もだから早く行きたいなと思いますね。熱が熱が出たらでこれでやっぱりまた抗体がつく今作れてるんだなと思って。うんそうだね。そそういうことだと思うけどね。師匠電話ですよ師匠。三三ナンバーだからこれコマーシャルですね切りました。まあね。まあこのそういう話をしててまたあの健康話とその。 コロナウイルス話でもうずっと話できちゃうぐらいの1年になっちゃったけど来年もまだ当分はね当分はいけそうにないからまた今年と同じ1年が続くのかもしれないけどいやもう勘弁してほしいなもうほんと6月ぐらいにはもうおかげでねあのなも香港中くまなく探索できますよ毎週毎週どっか行ってるからね俺それも飽きてきてさ大体だいぶ行き尽くしたよね 師匠それあるよ俺、セブのこと全く知らなかったってことで気がついた、うん、だから今年はもう、すごい、セ,ののセブ島のことがもう、くまなく今、走り回ってるから、頭の中にマップがもう入ったよ、うん、いや、フィリピンはいいよ、大きいし、大きいからう本当にね。いやそれだから、隣の島行ったらまた違うしね。 島がやっぱり千何百個ってあるからこれ死ぬまで走り回れるせめて。1,000個あったら3年間は OK で毎日行ってた毎日行って3年かかるい。1,000個行けないと思ってたかた近場でボホールとかレイテとかそっちの方行ってみたいなと思ってますね。 じゃあ、の今年も1年お世話になりました。ありがとうございました。視聴者の方も僕らに付き合ってくれた方、ありがとうございました。また来年もシーズン2ということで、この3人と、あと他にもいろいろ、また新しい企画もやろうと思ってるんで、お付き合いいただければと思います。皆ささん良良いいいおおお年年をを迎えくだ